シーバー最終遺体の電光天局について解説していきます。まず始まった時に赤が4つ揃います。この場合相手はファイガを4回打ってきます。ミューナのバファイをかければ1回のダメージで済みます。この時のシーマー本体は炎は吸収、氷は弱点となります。雷や水、無属性の物理は通常のダメージが入ります。最後の1回はダメージを受けてしまいます。電光天局は物理で殴ると左に回転します。この場合ファイが3回と最後にサンダラを1回使ってきます。ユーナがヘイストならばバハイ、バサンダの両方をかけ切ります。この時のシーモアは炎を吸収、雷半減となります。水や氷、無属性物理は通常のダメージとなります。次にもう一箇所回転させて赤2つ、黄色2つにしてみます。この場合は炎と雷の羅刑魔法を2回ずつ使ってきます。羅刑だけなので耐えやすいです。バハイ、バサンダをかけておくことをお勧めします。この時のシーモアは炎と雷が無効になります。水や氷、無属性物理は通常ダメージです。次に赤が2箇所、残りを黄色と青にしてみます。するとファイラ2回とサンダラ1回、ウォタラ1回を使ってきます。この時のシーモアは炎無効、水と雷が半減です。氷と無属性物理は通常ダメージです。電光天局は魔法で殴った時には右に回転します。赤を1つ回転させて全部バラバラにしてみます。すると全ての羅刑魔法を1回ずつ使ってきます。この場合は必ず炎、氷、水、雷の順で使ってきます。この場合シーモア本体への属性魔法は全て半減になります。無属性物理は通常ダメージです。以上、簡単に説明させていただきました。ではまた。バイバイ。